はい、ルーンです。今回は BOCW スタンドオフ24分の7のハードポイントを出すんでみたいと思います。ハードポイント。クラスは引き続きね、試合姉妹のクラス、リトルコムレレジェンド、AK74U、シグマ2、スティームショット、セムテックス、1003枚のクラスで暴れてみたいと思います。はい、頑張るぞ。セムテックス。目標をまず取りますかね。今のところ、ダッシュでやった方がいい。ガンチャークラスター強いな。あと全員今回も乗らないんだよね。全員乗らなってる。こちらがリードしている。よしよし、借りは返した。突撃あるのみよ。こっから来るんじゃないですかね。リスポンしてるからブラドリーっすね。ハードポイントで競合が起きている。ハードポイント競合中。ブラドリー、エネミーダウン。ハードポイントを識別。セムテックス。あ、ごめんごめん、敵と思って投げてしまった、謝り。男は用心だ。サブ、よしよし、シールやってる。オッケーオッケー。おお、明細解除だ。あー、オッケーだな。ハードポイントを確保。ナイスナイス。圧勝だけはしたくないんですね。ハードポイント競合中。これね、ここポイントで競合が起きている。で、ここか。これレスポンスから偵察機、偵察機の発進を許可する。これここで死ぬんで意外と向こうからリスポンで来るから、センサーマイン投げて、センサーマインをセット。ハードポイントを特定。よしよし、大体分かるんだよ、ここいるね。おお、すごい味方がなかなかのモンスな。11キロ。まあ、悪くはない。トロフィーやってるな。あ、UV とか飛んでないよな。これハンターのやつが終わるから。よし、死んだやつ。こっから行くか、お前は。ハードポイントを識別。DKIA。ハードポイントを識別。あ、ああ。で、ああ、向こうか。ハードポイントで競合が起きている。ハードポイントを失ったぞ。これないか。ここ難しいんで、あいつやりやすいけどね。グレネード作る。これでやろうか。このままではダメだ。あ？あ、ダメだったか。よし、マジオード早いの。やるな。この辺置くか。よしよし。ハードポイント占拠。何キロだ。18。ハードポイント競合中。ハードポイントを失ったぞ。ここにもいるな。こう建物にいるな。ハードポイント占拠。味方。ハードポイントで強行をやっている。あ、ガンチャやるか。いくよ。あ、ハードポイント占拠。
ネジ切りってのか。ん？ここだな。よしよし。ここでリスポーンしてるから。そろそろケアパケ行くかな。あ、偵察機？よし、これ落とすよ。上空に敵の偵察機。よっしゃ、ハンターだ。偵察機を破壊した。よし、3000入るから。ケアパとケアパケ落とす。ここ行くか。ここ今のところね、結構ケアパケ奪われるんですよ。なぜか知らんけど、これ2回奪われてるからね。ね、これここダメだな。追加ここやめようもう俺。あ、大丈夫か、よかった。ハードポイント占拠。あ、意味わかんねえ、取られてんのもしかして。ふざけんなよ。あやパトラーなってるか。男だ。今のところキャパキやめた方がいいな。任務完成の勝利を持ち帰る。偵察機、敵の RCXB を。なんであれあれやってんだ。キャパク取られてんのか。エアパトルあんま意味ねえんだよな。ちょっと外すつもりだったけど、ここにいるな。よしよし。さっきのところね、キャパキ絶対やめた方がいいっしょ。あそこ敵がハードポイントを奪取。セムテックスを使う。ん、何回かも俺あっちで敵にトロ奪われてるからさ。セムテックス、ガスマインを撤去した。スモークやってるな。ここね、ここ、ここ全然ダメっすよ、ここ。逃げられたな。全然ダメだな。これちょっとボツ動画だな。よくねえなこれ。キル数もあんまりよくないし。あんましな。よくねえな、この試合な。中にいるねえか。上にいねえか。あの女は終わんじゃ。これ、行くか。何やこれ。32キル。これない？ガスマンやってるのか。ここにいるのか。ダメだな。
接戦だらでも面白いな。ハードポイント競合中。クリーンショット死ぬぞこ多分死なんか。ああ。死ぬんだよなあれ。34。接戦っすね。ああやってるのか。うん。ダメだなこれ。これ負けるな多分。上にいるのか。ああ、下か。攻めてくぜ。よしよし。キルだ。ん？終わり。まあいいか、こんなもんで。これやるか。勝利だ。採用するか。ミッションエリアはこちらのものだ。レイスは任務を終える。何キロやってる？49キロ。 AK か。40キロもいかんかったけど。レベル上がった。おお。やったで。36キロ、22です。プラス14の比率 1.64、 レベル上がったんですね。これはさっきで終わってるんだけどね。ランチャーハンターね。マルチプレイヤーでランチャーを使用してキルまたは破壊を400回達成、400回成功って書いてあるかな。で、プラス 3000XP。 これ第4段階なんでね、ティア4なんで。で、あと迷彩、亜種迷彩。迷彩か、ちょっと見てみようか。こういう感じでこれですね。アッシュ AK74 で死なずに5キル5回ですね。でアッシュ迷彩こういう感じで、あ、50になったのか。ああなるほどね。サイトだよな。あ、ちゃうか。アンダーバレルかのスペツナズスピードグリップ、人間工学に基づいた木製グリップ、ダッシュ速度と反動制御が向上。長所がダッシュ時の移動速度プラス 3% に水平反動制御プラス 18% で、短所が移動速度、射撃中の移動速度、エイム中の歩行速度それぞれマイナス 6% になってますね。でレッキルはどうなってるんだろうな。 あと3キルでこのミサイル迷彩だったんだな。50になったのか。これ終わったね。あ、これ迷彩からちょっとこういう感じで、これはもう終わってるでしょ。これも終わってるでしょ。これね400キル、あと500キル、あと100キルでこれ終わりますね。ハンター次がでかいですね。とってもプラス今回も 3000XP で大きいんだけど、これ次の500キルで終わりなんで、ティア5でプラス 5000XP 入るんで、ダットコーリングカード引き続きやっていきたいと思います。今回ね、あとチャレンジはどうなってんだ。あ、これ終わってるからね、チャレンジ。はい、今回ね、白石麻衣のクラスで AK74U の
リトルコムレードレジェンドにシグマ2でスティングショットセムテックスセンサーマインでパークはエンジニアフラッグジャケットアサシンリストックコールドブラッドスパイクラフトにパークブリードにスコアストリーク構成が偵察機ケアパッケージエアパトロールというカスタムでね、このスタンドオフ24分の7のハードポイントで遊んでみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。